少しバラッとしたスタート、スタンド前でまだ横に広がっていますが、12番鳳凰エクレール、8番レベランス、13番ワイドエンペラー、さらには10番カーディナル、先団4頭となりそうです。接近は14番シロニー、前から5頭目、さらには9番遠藤の花、中段前です。1コーナーを回っていきます。1コーナーを回っていって、先頭12番の鳳凰エクレール、リードは体半分から1馬身半、2番手は13番ワイドエンペラー、 1,2 コーナー中間で単独3番手10番のカーディナル、その後ろに14番シロニーと、内は8番レベランス、4番手5番手第2コーナーを迎えます。その後ろ17番マリノアズラ、直後には9番遠藤の花、さらには7番シルキーボイス、そして15番のソルドラード、2コーナーを回って向こう上面、中段後方には1番フィリオアレグロ、あとは2馬身離れて16番シホノスペランザ、馬群の中に11番のリフレーミング、内は2番のマイネルコロンブス。最初の 1000m は1分2秒台です。中段後方には上がっていく5番セブンデイズ、あとは2馬身差、後方には6番サクセスシュート、馬群の中に4番ボーンジーニアス、わずかに遅れて3番ウィンエアフォルクは最後方です。さあ向こう上面で先頭10番カーディナル、さあ先頭に変わってリードは5、6馬身取っています。これから3コーナーカーブ、2番手は12番の鳳凰エクレール、2番手になって残り 1000m、 単独3番手は13番ワイドエンペラー、 3,4 コーナー中間です。4番手外に14番シロニーと、内は8番のレベランス、 3,4 コーナー中間、その後ろに800を切って17番のマリノアズラです。外を通って5番セブンデイズ、さあ先頭10番のカーディナル、リードはもう8馬身9馬身と取って、残り 600m、 4コーナーカーブ、2番手は12番鳳凰エクレール、並んで13番ワイドエンペラー、 2,3 番手、さあ直線の攻防に入ります。4番手離れて14番シロニー、さらに外を通って5番セブンデイズ、9番遠藤の花は1番外、まだ中段です。さあ残り 350m ぐらい、先頭10番カーディナル、まだ6馬身ぐらいのリード、2番手は13番ワイドエンペラー、3番手は12番の鳳凰エクレール、そして17番マリノアズラ、9番遠藤の花、そして6番サクセスシュートも追い込んでくるが、先頭10番カーディナル、まだ3馬身ほどのリード、2番手は13番ワイドエンペラー、先頭は10番のカーディナル、振り切って合理、2着は13番のワイドエンペラー、3着追い込んだ6番サクセスシュート。